こんにちは。ヤギが玄関の前に。はい、チャコは普通だね。ニャンニャンどこ？お、いた。クロ。はい、クロ。トラー。いないね。今日はここでチェーンソーで角材切って、そこの薪割り機で薪切ってます。で、いい天気なんで今日は薪乾きますよ。で、大雪山雪が降りました。マイナス2度ぐらいになってたみたいですね。他の猫が見当たらない。もう大豆そば畑もう刈り取り終わったんで、チャッピーのこと話してます。結構乳がいっぱい出ていい感じですね。で、裏口の玄関フード、屋根だけ作ってます。そこ屋根雪が落ちてきて大変だったんで、単管でちゃちゃっと。はい、また黒。はい、黒。他の人どこ行ったんだろうね。はい、ちょっと探してきます。すっごい綺麗です、もみじの木。カツラの木も。にゃんにゃん。トラー。いないね。トラー。はい、ニワトリちゃんたち。これ綺麗なんですよ、これ。楓の木、もう楓の絨毯です。で、昨日霜降ったけど全然大丈夫。もうちょっと大きくなってから撮ろっかな。トラいないな。いた、トラー。はーい。はい、トラだよ。トラ映らないよ、ここじゃ。はい、白黒。かわいいね。はい、はい、はい、トラ。トラ映って。はい、トラ。はい、トラでーす。はい、トラです。トラ。チャコ、キャットフード食べちゃダメだよ。チャコ、猫の餌食べちゃいました。白黒。トラ。トラ、トラ、トラです。うつ白黒です。はい、コッコたちです。春から比べたら、ひよこから比べたら大きくなりましたね。けどまだ卵を産まないです。いつ卵を産んでくれるかな。どこに行くの？オスのニワトリくん。おお、混乱してる、混乱してる。で、さっ
そこに餌撒いたからみんなして食べてます。ほんでちょっとプレハブの中汚いんですけど、これ大豆を味噌作る機械もらってきたんですよ。これいいっすよ。でこれ餌、米ぬかと残食とお塩とカキ殻石灰混ぜてます。あと大豆とくず米ですね。いや落ちてて綺麗、綺麗です。秋は綺麗ですね。けどこの後来るのが真っ白い冬なんですよね。カツラの木もだいぶ葉っぱ落ちましたね。で、まあ今日はこんな感じで終了です。